はい、おじでーす。いや、突然なんだけど、さっき iPhone の動画作ってて、で、ギャラクシーのフリップと、Y モバイルのね、すぐ壊れちゃうやつ、あれの話を出したんだけど、ちょっとギャラクシー調べてたら、これが出てきたんだね。と思って、なんだこれと思って見てたら、モトローラの、レーザー50ってやつで、これがちょうど数日後に発売なんだね。27日あと3日後ぐらいに、おお、タイミングいいじゃん。あ、これなんかコンビニで見てね、買ってきたんだけど、ちっちゃいやつね。マジかと思って、でよくよく、まあ、ずっとねがむしゃらに調べてたら、この上のウルトラっていうのがあって、そっちがスナップドラゴンなんだよね。で、こっちはメディアティックなんだよ。あ、偽装工作の、ね、あんまり具合の良くない、安物チップのメディアティック。あーってね。で、この、レーザー50とウルトラとのね、記事も見てて、あー、だったらウルトラがいいよねーして、ね、でもそっちの方が、まだ発表っていうか、日本の発売発表来ないでしょ？ぴょぴょー。うん、ビターライブ、まずくはないけど、普通の濃い味の方が、あ、これは失敗したな。まあ失敗っていうか、アルコール薄いでしょ。これ普通の濃い味の方が、後味がやっぱ美味しいよ。うん、おじ、なんか知らないけど、格の方が格上でしょ。なんだけど、トリスがね、美味しいと思うんだよ。なんか口当たりもいいし。皆さんどう？トリスの方がなんか美味しい好みだな。でね、このモトローラのレーザー、これね、やっぱいろいろ比較してみたのよ。これね、でね、このね、レーザー50スペックとフィリップね、で、まあ、容量で言うと、ね、512メガ、これが256からでしょ、512メガと同等、容量は500、これ512なんで、まあ、そっから見ると、ちょっとコスパいいのかなっていう。ただこっちはちゃんとチップセットしっかりしてるじゃんね。ギャラクシーの方は。で、こっち側のレーザー50の方はね、しっかりしてないから、ベース、基礎を見ると、やっぱり、ギャラクシーの方がいいなっていう。で、ただ、スペック的にいろいろ機能してるとか、スペック的に見ると、うん、やっぱりこっちの方が、まあ、ほぼ同時だけど、後出しってそんな差がないけど、うん、こっち側の方が仲良さが、完成してるのはギャラクシーの方なんだけど、でもこっちもアップデートで追いつきそうな感じでね。ちょっとね、モトローラ、なんだっけ、今までさ、IIJMO のやつ見て、モトローラって結構評判がいいんだよね。本当で、今やギャラクシーってもうみんなトップクラスで、みんないいないいなっていう、なんか iPhone もう全然とっくに抜いちゃってるやつじゃん。だからギャラクシーが要はメインじゃん、もともとこういう世界ってバーンって。そう考えると、なんか地味に
え、モトローラみたいなさ、大丈夫なのみたいな、そういうイメージからなんかある感じしない？モトローラって。そうするとね、なんか欲しいね。あの世間がロードマンだった時におじい乗ってたのはあのナショナルのランディオーネだったんだよ。で世間がソニーのウォークマンだった時におじいはナショナルのゴーだったんだよ、うん、なんかねやっぱり昭和の時代は お付き合いがあるからね、近所の。だからあのあれが欲しいって言ってもね、やっぱりあの自分で買うって言っても、いや買うならここから負けてもらうから、ここからこれを買いなさいって。でお店にウォークマンで、うちはウォークマンないでよ、うちのはこれだよっつって、ってなってもそれになっちゃうんだよ。なんかね、だかそうするとなんかそんなイメージで言うと、まあ表のギャラクシーね、あの B 面の裏面のモトローラみたいな、そんなイメージがあるんだよ、おじいの中では勝手に。で大丈夫なのかなって思うけど、でもなんか見た感じやっぱスタイリッシュで、ウルトラの方がベゼルが薄くなってね、やっぱウルトラの方がいいんだけど、比較すると。でもおじいはあんまそこ気にしないんでね、あのあんまり薄いのがいいとか軽いのがいいとか、ベゼルが、まあまあ、あのそこまで薄くなくてもいいと思ってるんで。とにかくあの動画が撮れればいいんだよ、ね、そう割り切ると。でもメディアティックじゃん、あのメディアティックのチップセット目安でなんかちゃんと満足できたものってね、あんまないじゃん。メディアティックって、メディアティックのチップセットが入ってるので映像がちゃんとなんか綺麗に撮れるのってあんま知らないんだよ。そこだけなんだよ、実際にどうなんだろう。でギャラクシーはもう実際にね、こう実際手に取ったこう映像みたいなのがあるけど、こっちはまだ展示会みたいのでみんなね YouTuber が行って撮影してっていう、そういう動画しかないじゃんまだね。実際どうなんだろうって感じでさ。でおじいが着目したのがこのスペックをね、このスペックをこちらのねクリップのやつと、これいろいろ決めたんだよ。こっちは砂取り積んでるからさ、なんか安心じゃん、ギャラクシーの方が。で容量で、まあ、512もあるけど、ね、もうこうだよね。で、まあ、USB Type C でしょ。で、4000mAh。で、ここら辺はね、同じぐらいなんだよ。Android 14で、こっちはメディアティック。ね。で、メモリーは 512GB で、内蔵メモリーのRAMは 12GB。じゃあ、Galaxy の方は、12GB、ね、ここら辺はねがっつりと対抗しきてるんだよね。でバッテリーは 4200mAh なんで若干ちょっと多い気持ち、まあそんなに変わんない、ほぼ同じだけど。で、まあ、画面サイズも 6.9 インチだしね、まあ、解像度も同じようなもんでしょこれね。どちらも素晴らしいよ、6.7 インチでね。
で、まあ、解像度若干違うのかもしらんけど、ちょっと見にくいからこうしようか、やっぱりね。で、背面カメラが、まあ、アウトカメラが5000万に、超広告が1200万。で、フロントカメラが1000万画素。で、このモトローラの方はどうかっていうと、まあ、アウトカメラ5000万に、広角だろうね、超広角が1300万画素、ね。で、フロントカメラが3200万画素なんで、ああ、フロントすごいねっていう。で、今これ1600万画素で撮ってるんだよ。楽天ハンド。だ楽天ハンドさ、これ980円ぐらいで買ったと思うけど、他のやつに比べて全然綺麗に撮れるんだよ。やっぱ画素数もある程度大事なのかなーってちょっと思うんだけどね。ほんと、一応スペック上は、まあ、カメラは悪くないよねっていう、一応ね。で、まあ、テーブル補正とかここら辺はね、どうせスマホだからさ、まあ、ギャラクシーの方はね、4K スローモーションのフラッシュね、ここら辺が、しっかりとしてる。こっちも負けていない。ね。まあ、重さとかも、180g でね、似たようなもんだね。188で 1g しか違わない。本当にすごく対抗馬だよね、これね。で、AI の方もね、なんかちゃんと充実してくるはずだしね。どうだろうね、そんなに大きな違いはない。ただ、イヤホンジャックないんだよね。ギャラクシーはどう？こっちも同じでしょ、イヤホンジャックないよね。HDMI 端子もないし、あ、じゃあ、ミラーリングできないんだ。HDMI、白くついてないんだ。高いやつってみんなついてたじゃん。ギャラクシー対応してなかったの？エクスペリアだけか？あれ、ギャラクシーって、タイプ C から、HDMI の変換のやつで、ミラーリングできなかったっけか？それ対応してないんだ。もうここら辺はね、もう変わらないと思うよ。ね。267。あ、なんかギャラクシーの方がなんか多いな。何があれだ？加速ジャイロ、いい環境、近接ホールセンサー。地磁気センサーか。気圧センサーか？ギャラクシーの方がセンサーが多い。やっぱさすがだな。まあ、AX に対応。まあ、ここら辺は、ね、どっちも AX に対応してるよね。Bluetooth5.4。あ、Bluetooth5.4 だ。モトローラの方が、一個新しいぞ。これは同じでしょう。だからそうすると、もう本当にチップセットの不満だけしかないんだよ。どうしましょう。この、IT メディアのこれで、50とウルトラの違いをね、見たんだよ。で、ウルトラがまだ、ね、今回まだ来てないんだよね。こっち側の方には発売しないかもしれないし。で、ウルトラだとほら、グリーンとかさ、綺麗なカラーがあるんだよ。これ。ね。この中だったら、おじい、グリーンにしようかなって思ってたんだよ。グリーンか
あのこれグレーか青っぽいのかどっちかかなと思ったけど、まあオジーカラーだから YouTube 撮るのに使うからじゃあグリーンでいいかなと思ったんだけどね、これがないんだよ今。まあ、そうするとさ、でもいいね。iPhone の動画作ってて、Galaxy のフリップスのね、新しいのがこうでかくなっていいなんだけど、うおー、そのまんま。対抗馬が出てきたんだと思って、ね、で色がさ、まあ、このオレンジもいいけどやっぱグレーの方が無難なのかなとかさ、持ったことない色、まあ、これでもおしゃれでいいかなと思うけど、どうだろうね、どこに置いたっけっていう時にオレンジって結構目立つじゃん。もう使い方はもうまんまギャラクシーと同じなんだよ。こうやって広げてね、でこうもこうもこうもできるし、こっちが再生でこっち側でプレイヤーになったりとか、まあおじいの場合もしこれ手にするとしても開かないと思うけどね、閉じたまんま撮影してUSB でデータ取ってって、でそんだけだね、なんかこうやってやって撮ることもあるかもしれないけど、インカメラで大体閉じたまんま使うと思う、開かないと思うね。アウトカメラが使えるっていうのは結構いいよ。超広角カメラとかマクロとかさ、なんかこうフォーカスをクンクンってこうできるでしょ。あの顔認識のオンオフでクンクンってこうね、思った通りできるでしょ。だからさ、求めていたのはこれかなと思って、ほんとね、ウルトラはスナドラなのになんでノーマルメディアティックなの。あーいいなー、なんかもう絶対にさ、世間はだいたい9割以上は同じような値段で同じ値だったら絶対にギャラクシーじゃん、売れるのは。でおじいは一人遊びの嫌いだからちょっとこっちかなって思うんだよね。ギャラクシーはみんな買うじゃん、あれギャラクシーは嫌でもみんな選ぶんだよ。で、あの、なんかイメージとして、モトローラと、やっぱあの、あっちのギャラクシーだと、やっぱね、こっち負けない？なんかみんなギャラクシーだよね。だそうすると、ギャラクシーを一般の人が買う人が多いから、情報量は多いんですよ、そっちの方が、ギャラクシーの方が。で、モトローラの方は、やっぱね、ユーザー日本も少ないと思うから、まして値段がそんなに変わんないじゃん。だったらみんなギャラクシー買うじゃん。それを思うと、おじいみたいな底辺 YouTuber で案件で紹介できずにこんなクソ高いもの自分で買ってあの紹介するんだったらライバル少ない方がいいよね。でおじいの場合ガチ撮りで使いたいのに使うから、今あのね、モトローラでレーザーで撮ってるよって書いていけばみんな参考になるじゃん。
どうだろう、おじいがスマホ自分で買ってもね、それを今使ってるよって動画作ったって再生数も上がらないし、このチャンネルは全然元回収できないけど、とりあえず部屋が暗くなっちゃったからね、電気が LED のだ、照明をまた明るいの買ってつければこれでも明るく撮れるからいいんだけど、なんかねワンランク上げたいなーっていう気持ちがあるんだよ。なんかで楽天ハンドってバッテリーの持ちもいいんだよ、すごく。でさ、声の音質も悪くないんだよ。だからそこら辺どうなんだろうなと思うけど、楽天ハンドに負けないでしょ、いくらなんでも。さっき見つけたんだけど、いやなんかね衝動買いしたくてしょうがない、ほんと。あの変なパナソニックのムービー買うんだったら、こういうの買った方が全然いいよ、ほんと。パナソニックのムービーどうしようかな、売っ払っちゃおうかな。せっかく新しいの買い替えたばっかじゃん、あれね。カーキ色のグリーンの気に入ったのをね、手放して、ワイプ機能がついたから、今iPhone と連動してね、ワイプ機能で使えてるけど、あれで撮っとくかな。でも、もう三脚であんな、これじゃ、使い勝手がもう、スマホ使ったらさ、ムービーめんどくさいんだよね、とにかく。で、いちいちSD からっていうのも。どうしよう。衝動買いしちゃおうかな、3日後での発売。買っちゃおうかな、買っちゃおうかな、どうしようかな。こっちじゃない、こっち。絶対に日本はこれを選ぶ人は少ないはずだから、これかこれ、これはいい、これかこれ。赤系は嫌いだからあれなんだけど、これオレンジなんか結構いいなと思って、だ置き忘れないよね。どうしようかな。でもこっちとか無難なんだよな。映像とかを見るときって、周りこう、今これねこう縁がついてるけど、やっぱ周り黒い方がくっきり見れるんだよ。で、まあ、そのためにこの黒い枠がついてるんだよ。何でもね、こうやって。でもこの周りオレンジだとね、やっぱ、いやあるよね、どうしようかな。衝動買いしちゃおうかな。衝動買いしちゃおうかな。どうしようかな。9月27日10時発売予定、ね、まあモトローラだったらすぐ完売しないでしょう、ね、でこれは今申し込めるのかな、それとも発売予定だからまだ申し込めないのかな、これどうなってんだ。これはまだ申し込めないのか、まだ。なんかさ、1回戦だけ
歩も移動しないで持ってたのがやっぱ運命かもしれないね。このためにあったのかな。で、IIGMU だったら、普通にね、通話でも、通話のトッピングがあるでしょ？まあいいよ。IIGMU だとさ、ここの値段高いけど、今価格コムでね、買おうとすると、いくらかっていうと、価格コムの値段が、これが、よいしょ。今ね、最安値のところで112,320円なんで、ギャラクシーに比べると安いんだよ。ギャラクシーの512MHzだとちょっと上がるからね。256でも13万円台ぐらいでしょ。15万円ぐらいいくと思うから。で、今発売前の、予約になってるけども、それで112,320円ってことは、発売してちょっと10日とか半月するとグワンってもっと下がるじゃん。おそらくね、あっちの発表してた時のあれだと10万円を切る値段でっていうのが、で紹介してる YouTuber もいるわけだからね。そこまでね、多分落ちると思うんだよ。これあくまでもみんな定価というか、ここで直して、高いところでもこの12万円をしちゃったけどもね。そう考えると定価があるわけではないと思うんだけど、 IIGMU の 135,800円っていうのは自分たちが通常で売るよっていう値段なわけだからね。定価でも何もないでしょ、こんなの。そうすると112,000円では、まあ、約11万だけど、で9万ってことは2万円ね、2万円の差なんだよ。で2万円っていうと4万円以下は税別2万円までの割引で、それを超えたら4万円までの割引か、そういうルールになってるけど、まあ2万円か、このね、4万円まではいけそうな感じするけどなぁと思うんだけど、で、IIGMU の場合は、ここをね、135,800円に設定したことで、目いっぱいまで負けてるよぐらいに見せたいつもりだと思うんだよ。おそらく。でもじゃあ価格コムと比較しちゃうから2万円しか違わないなっていうね。だからおそらくね、待ってればもうちょい安く買えるはずなんだよね、これね。で、あと、まあこれ9万円で買ったとしても、IIGMU の契約があるから、まあ月いくらぐらいだっけ、一番安いの。まあ、最低半年。2ヶ月だっか。2ヶ月で出ると、バンだっか。あ、そうだ。おじいは確か、31日に契約をして、それで1ヶ月で、翌月でっていうか、1ヶ月と1日で解約してんだよね、確か。元 G13 の時に。あ、あれもモトローラじゃん。おじい今持ってんの、G13。モトローラだよ。あ、そうだ。おじいやっぱね、モトローラと縁があるのかもしんない。G13 ってモトローラじゃん。ご縁かなぁ。ご縁かな、買っちゃおうかな。折りたたみ、
こら辺のやつはね一生案件で起訴もないから、うん、あどうせならなウルトラが欲しいな、スナドラの方欲しいな、楽天モバイルどうなんだよ、楽天のとこいねえかな、楽天扱ってない、楽天モバイル、楽天モバイル、日本語になってる？なってる？楽天モバイルで値引きして売ってるんだったら楽天モバイルで移動してもいいけどね、もう1回線でも端末送りすると無期待キャンペーンとかなくなっちゃうんだよね、楽天であるんだったら楽天での方がいいんだよ、だって月額料金あ変わんないか、 IIGMU と変わんないかな、 IIGMU も1000円ぐらいだよね、どっちも同じか、端末これかキャンペーンではないな、なんで iPhone しかないの、うん、え、プラン製品って書いてあるのに、これかな、いやでも違うよ、え、商品を見たいんだけど、なんでアプリしかないの、アンドロイドがなんでないの、製品もしかして、アンドロイドやめた ?iPhone 移植もしかして、専属あるのか。モトローラがないんだね。ギャラクシーはあるんだ、あ、こんだけこれだけ、あ、そうなの、じゃあこれか、9月の27日か9月の30日に申し込み、開通乗り換えだから27日に申し込んで、あーでもなんかあれだな、手元に届くの絶対に10月に入りそうな気がする、際どいな、10月31日までなんだったら10月の二十何日ぐらいに習って、ちょうど届いて、10月31日、1日分だけで、翌月解約とかできるよね。どうだろう。9月27日だと無理だな、まあいいけどね、2ヶ月分ぐらい。買っちゃおうかな、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 やっぱりおじいの求めてるのはこれかな、やっぱりなんかこれのような気がするな。
これでは理想の形だよ。でも、ああこんなことならやっぱりギャラクシーにすればよかったってそれだけ怖いんだけどね。モトローラの G13 を持ってて、でモトローラの G13 での撮影は良くなかったじゃん。全然こっちの方が良かったじゃん。だ9万円出して満足できなかったわな。一番怖い。返品できないからな。まだ見本がないもんね。お手本の動画がね、実際に自撮りで撮ったギャラクシーの方が無難かな。ギャラクシーの方が無難かな。オレンジも悪くないよね、本当。いいな、どうしようかな。こういうのは別にそんな使わないからね。こういうのはいいんだ。スクショも別にいいんだ。まあ皆さんは便利でしょ、こういうの。いやー、室内撮影でどれぐらい撮れるのかな。Google ピクセルと比べて Google ピクセルの方が明るく撮れそうな気がするんだけどな。でね、これね、仕様を見てみると、これね、例えば、あ、乗ってない。乗ってないな。F 値が、モトローラの方がちょっと明るい。F1.8 と 1.7 の差だったかな。インカメラは 2.x だよ。アウトカメラがモトローラの方が、ギャラクシーよりも 0.1 明るいんだよ。で 1.8 と 1.7 だとやっぱ違うんだよ、微妙な違い。 F2.2 と F2.0 だと全然違うし、 2.0 と 1.8 だと全然違うし、その半分の 0.1 違ってもね、違うんだよ。だからね、アウトカメラで撮るとしても、ギャラクシーよりもモトローラの方が、まあ一応スペック上は明るく撮れるんだよ。問題は画質。
ここにモトローラ元 G13 があるけど、まあワイプ機能がついてるけどね、面白いけどね。こっちか。まあ今学校だから同じところにこうして撮って これをね、これを買って同じにしたときに、こうでしょ。あ、なんで再生できないの。ほら白っぽいよね。さあ iPhone の動画でさ、 iPhone は露出がいいって言ったじゃん、発色具合が。で元 G13 を期待してたんだけど、結局あのね、1万円近くの投資した元 G13 よりも980円の楽天ハンドの方がちゃんと色具合しっかりしてるでしょ、滑らかで。だから負けてるんだよ、これに負けてるんだよ。楽天ハンドの方が全然上なんだよ。ね、1600万画素あるし。だから、これが怖いんだよ。あの、モトローラの味付けが、もし、こういう感じの味付けだったら、がっかりじゃん。わかる？おじいの言ってる意味。iPhone の動画を褒めてる意味と、今、これと楽天ハンドを比べた意味全く同じなんだよ。だから本当後ろ飛びしてるんだよ。でマニュアルカメラっていうのを使っていろいろね細かくセッティングすればこれに近づけることもできるかもしれないけど、楽天ハンドはこんなに暗くても一応ちゃんとフレームレートをしっかりと維持して滑らかでしょ、どっちかっていうと。こっちはもう全然ね、あのザワザワしちゃうんで、うん、本当アホな大手 YouTuber は腐るほど展示会で、あの、いろいろね、出してるけど、ほんと役立たず。せっかくのフリップで、ね、この機能で自撮りが売りなのに、なんでそういうのを、そね、アウトカメラとか、あの、どうでもいいじゃん、こう撮るとかって、ばっかじゃねえの？と思って。なんで自撮りが売りなのに、メディアテックわかんだな本当。バカにページ少ねえな。手ブレ補正ついてんの？本当かこれ？本当か？やっぱこれぐらいの値段出すとこれぐらい使える手ブレ補正なのかな？どうなんだろう？
こういうのってさ、なんだかんだ言ってさ、iPhone が強いんだよ、一番。白っぽいよね。ほら、こう、こちらの方が赤っぽいし、やっぱりなんか白っぽいよね。これは何の機種使ってるかわかんないけど、白っぽいよね、やっぱ。これに近いよね。頭の白さも、これの白さも、ほら、こういうところの白さも、ほら。ああ、やっぱモトローラ爆弾かな。Google Pixel の方がいいのかな。でも iPhone との比較だと iPhone の方が綺麗なんだよ。でも iPhone はフリップ、これこういう仕様が出てくるとしても数年後でしょ？遅れてるから。あ、手ブレオンオフなの？だって色味くらいが全然違うじゃん。へぇ、水平ロック？なにこれ？これ背景変わってる？水平のままじゃない？これ意味わかんないんだけど、360度回転してないじゃん、こっちのこう。ん？こっちはひっくり返していいじゃん。これはだって360度。なにこれ？わかんねえなぁ。超広角マクロね。フロントカメラは3200万画素は、これは結構ね、いいと思うよ。うん、F 値は2.3 ぐらいだと思ったけど、フロントは 1.7 ぐらいかな。でも、まあ悪くないと思うよ。うん、白飛びさえしなければ。うーん、大手 YouTuber はね、もう10円20円の価値観だから、お金持ちだから。おじいの YouTube の収益だと何ヶ月分だと思う？試してみるか。元 G 試してみるか。で、試してダメだったら、ああ、やっぱギャラクシーだったんだっつって
で、じゃあギャラクシー買うかっつってギャラクシー買って、あれお前もそんな大して変わんないじゃん、やっぱ Google Pixel だったか、明るく撮れるのはって。で Google Pixel 買って、あーやっぱこうじゃないとやっぱ不便だな、やっぱもうあの通常のやつ戻れねえよっつって、そこで終わるんだろうね。でもだったらまだ iPhone のインカメラで撮ってるのがいいのかなって、最終的に iPhone16 インカメラかもしんない。どうしよう、くぐり抜けってか、その前にあの IIJB を申し込めるのかな、おじい、去年の春に、ね、5月か6月くらいに、1ヶ月と一日やめてるからね、申し込めるのかな、ブラックになってないかな、ね、買うか、試してみるか、ね、まあ、約9万円。ね。で、まあ、なんだかんだ言って10万円ぐらいだろうね。ね。うわぁ、10万円はもっと取れねえとしても、これの話題で、動画100本ぐらい作るか？でも、こうやって、置けるって結構便利だよな。こうやって置いといて、でもあのね、見下す感じで録画になっちゃうからさ。まあでもなんかちょっとどっか行った時に、でもね、なんかご飯食べながらこうパコーンってやって置いといて、こうやって撮れるもんね。そう考えるといいな、やっぱりアウトカメラでも撮れるわけね。撮れるわけだし、そう考えるといいな。こうやってなんか食べてて、ほらーってやってオートフォーカス聞くでしょ。そう考えるといいな、やっぱり。メディアティックなのかな、心配なんだよな。白いからな。おじいの人生でスマホで一番映像が滑らかというか綺麗に撮れてるなと思ったのは iPhone の間違いないんだよ。あと 720p なんだけど、夢デジ一番最初の案件で受けた時の夢デジ、あれ結構ね、車の中で撮って綺麗に撮れてたんだよ、夢デジ。ああ、なんかもう見つけたのさっきなんだけど、なんかちょっとこう、ビビビビビビって電気が走って、これだーってなんか今、すごいビビビビって来てるんだけど、当たりだったら、このビデオカメラにね、10万円払うんだったら、あと、くだらないソニーのね、Vlog カメラに10万円払うんだったら、これ9万で買ってね、あとちょっと払っても、今10万円以内だからさ、全然いいんだけど、満足な映像が撮れるのかな。あと、動画の、4K は30フレーム、フル HD は60フレームまで撮れるんだけど、何分まで撮れるかとか、あとは何メガごとに分割されちゃうよとか、その制限があるのかないのかも知りたいんだよ。そういうのが怖いんだよ。あの後からドッキングするのめんどくさいからさ。で
今、楽天ハンドはどんな長い動画でも MP4 1本で撮ってくれるから。で、パナソニックのムービーは、モードによってだけどね、設定によってだけど、まあ、あれも1本で撮ってくれるけど、たまにうっかりすると長いの撮っちゃうと分割されちゃう場合もあるし、モードによる。あれね。そこら辺を確認しないとな、仕様が。連続、どれぐらいまで撮れるのか。説明、PDF ダウンロードできないもんね。あんのかな？サポート、マニュアルないもんね。ね、説明書ないもんね。わあ、動画の上限1本で撮れるのかな。またこういう細かいのがな。ビーチまたプールでの使用は推薦されません。なんで？あ、防災仕様ではありません。ラムブースト拡張ラムいらないよ。あ、12メガって書いてあったのも最大でってことかな、追加して。だったら嫌だよ。物理ラムが12ギガ、ラムブーストは使用は12が初期設定。物理ラム12ギガでしょ？で、ラムブースト使用最大12ギガだから、知ったら最大24ギガってことね。びっくりしたよ。初期設定4ギガって書いてあるから、この4ギガ入れて12だと嫌だけどさ、12ギガプラス初期設定が4ギガってことね。いらないと思うよ、4ギガ。怖いなぁ。まあ、そんなトラップはないな。一応大丈夫そう。買っちゃおうかな。買っちゃおうかな。どうしようかな。買っちゃおうかな。9万円あったら、エプソンのレーザー買えるからね。ほんと、悩むよな。今特にこうやって動画が撮影できてるから困ってるわけではないからね。楽天ハンド 5G も2台あるから、予備を含めると3台あるわけだから、そこまで困ってるわけではないんだけど、でも今よりもね、ちゃんとしっかりと撮れたら嬉しいなっていうね。残りの余生ももう短いからさ、ほんと、あちこち痛いから治んねえからさ、おじいはもう、薬はもう全部、切る選択をしたからね、とりあえず、1秒でも長く生きたいとは思わない、そういう決断をしたから。満足できるスマホで撮影しようかな。これぐらいの広角で撮れるんだったら、
そんな感じ。これ楽天ハンド結構高価あの普通のこういうのよりはめちゃめちゃ高価なんだよ。楽天ハンドすごいんだぜ、結構広角で撮れるんだぜ。例えばさ、今同じにして同じところから、今同じところでこれね、同じところでくっつけて、こうほらよく見て、同じところから撮ってるのにこんなに違うんだよ。わかる？違うの。こっちの方がね広いんだよ、ね。うん、なんかね薄い、あの薄い、これね薄いんだよ。まあいいか。あー、この発色具合だったらな、嫌だな、眠れねえ。うん、って言ってて、たかだか9万で 何をすんねんって、で見てって見て、ふっけて買えばいいじゃんって、そういうのが出てくるんだよ、どうせ。たかだか9万の発車金で、そこまで悩むかみたいな、そうやって言われるんだよ。すごくいいイメージで書いてあって、現実的に使ったらそのクオリティがなかったら悔しい。やっぱりね、元 G13 で幻滅したんで、あーって。これもそうなんだけど、スマホって他で撮った時に綺麗に撮れてるんだけど、パソコンに入れるとくすんでるんだよ、暗いんだよ。これがね、横画面、あれ、ちょっと横で撮ったのになんで縦になっちゃうの。こうやって撮ってさ、あ、綺麗に撮れてると思うじゃん。でもパソコンで取り入れると暗いんだよ。この液晶が明るいから綺麗に見えるけど、パソコンで取り込むと暗いんだよ。あ、もう日付変わった。ということで、おじいは寝る、ね。モトローラ、レーザー50。ね、ウルトラは出そうもないからね、50。IIGMO で、MNP で、ポボ移動で、ゲットしようかなーって考えてるんだけど、皆さんのご意見をお待ちしております。もうじゃあ衝動買いしちゃいそうなんで、皆さんの意見をお待ちしております。以上です。愛しみー。